皆さんこんにちは、エリカです。スーパーで大きなタコを見つけました。コロナ禍の影響でレストランに売られるはずだった食材が余ってスーパーで売られることがあります。日本でも高級食材がスーパーで売られることが多くなったと聞きましたが、同じことがオーストラリアでも起こっています。ぬめりを取ったタコを切っていきます。一番小さなポーションを買っても大きな足3本とてもじゃないけど一度に食べきれない。思ったよりうまく切れないものですね。唐揚げ用に少し切っておきます。タコの唐揚げって美味しいですよね。ビールのお供にあっさり塩でいいですね。他の足の細い部分も切っておきます。ここはイカのゲソみたいでコリコリと美味しいですよね。熱湯でさっと茹でます。皮を剥いた大根と一緒に茹でます。こうすることによって大根に含まれる消化酵素がタコの筋肉繊維に含まれるタンパク質を分解するためにタコが柔らかくなるそうです。茹で上がりました。大きい。日本では古くからタコを食べる文化が根付いていますけど、アジア圏では韓国やタイで食べられている程度で、収穫量が世界一の中国でも消費量は多くないそうです。ヨーロッパではイタリア、スペイン、ギリシャや南フランスなどの一部で食べられるくらいです。タコのマリネを作っています。野菜を適当な大きさに切ってバナナ酢とオリーブオイルをかけるだけです。バナナ酢はお酢、バナナ、砂糖を2対1対1の割合で漬けたものです。朝晩水か炭酸で割って飲むと痩せると言われて一時流行りましたけど、お酢は健康のためにもいいので作り置きして今でも朝だけ飲んでます。ここにタコを薄く切って入れます。前にマグロを切ってるところをアップしたら、あれは肉の切り方で魚の切り方ではないと言われたことがありますけど、刺身包丁は寄付しちゃったし、すっと引いて切ることができないので、これでいいことにしてください。タコ刺し用のも切っておきます。吸盤を取り除くと口当たりが滑らかで美味しくなりますが、吸盤だけにするとちょっと気持ち悪かったので今日はこのままにします。野菜と混ぜてパセリを散らして出来上がりです。一度に食べきれないので小分けして冷凍します。こっちのラップパリパリでしょ。日本に帰ってラップを使うと薄いのに丈夫だしぴったりひっつくし感動しますよ。日本でも冷凍のタコ刺し売ってますよね。流水で解凍するとか、わさび醤油で食べると美味しいです。きゅうりとわかめの酢の物を作ります。さっき
タコのマリネ作ってたけど、あれは明日食べた方が美味しいかなって思って。きゅうりを切って戻したわかめにバナナ酢をかけるだけです。バナナ酢作っておくと便利ですよ。ちりめんじゃこも入れます。日本食材店では冷凍のしらすしか売ってなくって、私は柔らかいしらすよりも乾燥したちりめんじゃこの方が好きなんです。韓国食材店で見つけました。タコを揚げていきますね。片栗粉をつけて素揚げです。タコは高タンパクで低カロリー、そしてアミノ酸の一種であるタウリンが含まれています。なので最近は健康志向が高まって中国やアメリカでも消費が増えてきているようです。パチパチいい音しています。日本のタコの消費量は世界の 60% を占めているんです。スーパーでもおなじみの食材でタコを使った料理のレシピが日本ほど充実している国はないそうです。はじいた。前にイカを揚げてた時に油が跳ねて顔をやけどしたことがあるのでちょっと怖い。パラッと揚がりました。これはビールのおつまみに最高です。今日のメニュー、マグロのお刺身、タコの唐揚げ、タコのマリネ、タコ刺し、きゅうりの酢の物です。いただきます。いかがでしたか？コメント、チャンネル登録お願いします。